こんにちは。こんにちは。はい、本日はドレス12のワルツ、こちらを紹介していこうと思います。いや、もうなんだか12っていうとすごい懐かしいですね。シンプルですね、非常に。今話してましたが、デメリットというデメリットがあんまり着ていてないと、はい、そう考えるとデメリットばっかりですね、服がね、最近は。そうですね、うん、着にくい服、伝えなきゃいけないデメリットばかりが多いなと。確かに。これ頑張ってデメリットを見つけるとすると、やっぱりこのタックのお手入れですかね。そうですね。こちら綿素材のしっかりした、肉厚な、まあ、夫婦らしい重たくて硬い、素材を使っております、はい、でこの総タックもう一周、後ろも見ていただいて、一周全部ボックスタックになっております。でこれのお手入れなんですけども、まああの安住さんが前に作ってくれたお手入れノート、タック編、はい、こちらも概要欄に貼っておくので、まあ、それもね細かく見ていただければと思いますが、基本的にはシワにもなります、はい。うわ、でこういうのはスチームアイロンで取って、まあパンパンってやっても結構取れるもんだね。スチームアイロンしていただいて、で、まあ、たまにクリーニング出すのがいいんですかね、こういうのはね。洗うとアイロンがけが大変だと思うので、うん、洗いはあんまりおすすめしません、はい。でこれプリーツではないので、もう前これ何回やってんだろうね、我々裏側の5000回くらいやってるんですがこれ裏側にこういった谷の部分は裏側からこうステッチをかけておりますので、心配なく取れたりはしないのでご安心ください、はい。その代わりたまにクリーニングに出してあげると綺麗に戻していただけます。でクリーニング出すときに、あの下までアイロンかけてくださいってしっかり言っていただかないと、たまにこうふわっとね、クリーニング屋さんがそれはよしなにふわっとさせてしまうことがあるので、こういうふうにピシッとした状態が好きだという方はぜひクリーニング屋さんに行った時も下までピシッとアイロンかけてくださいって伝えていただくと、ずっとこういう風に綺麗に着ていただけると思います。はい。でこれ着用感はどうですか、サイズ感など。あの全体的にゆとりもあるし、うん、チャックも上げやすい、チャックも上げやすい、はい、ファスナーも上げやすい、はい、そうですね、特にこれといってデメリットは本当にないくて、強いて言うならポケットがない。あるじゃないですか、ちゃんとデメリットがこちらポケットがありません、ね、ポケットがないぐらいじゃないですかね、はい、確かに。やっぱこれ総タックなので、はい、ポケットを脇の位置に、ね、つけることができないので、ちょっとこのようになっておりますので、はい、まあ、サコッシュだの何だの持っていただいたりするといいのかなと思いますね、はい。あとこの着てるとこういう風にピロってなってしまうのもデメリットです単調にならずにタックをきれいに見せてくれる技。そして僕が一番好きなのはこの金属ファスナーですね。生地が厚いの でボックスタックなのでコンシールファスナーが使えないので金属ファスナーにしてます。でここ、うわー見てください、今とんでもないな、これ。このベルト部分の上側の部分、ここがファスナーを挟んで綺麗にまっすぐ平行についています。これが技術ってやつですね。本当にここね、見ていただいて分かる、ちょっと厚くなってるじゃないですか、ここ。これを綺麗に縫うのってものすごい大変なんですよという小話、はい。で小話をしてしまうぐらいには特に何もない。あ、脇の空きがね、そう、これ1枚で着ると気になると思うので、インナー着ていただいて、ノースリーブで着ていただいても大丈夫です。今日は撮影がまだ2月の2日なので、ちょっとインナー着て、まあ、こういう風にね冬の間は着ていただくのがいいのかな。そうですね。あとは緑色のタートルとかありますよね、はい。確かに、確かに緑色最近好きなの、ただ好きかもしれないですね。前回の無意識なんですけど、撮影日は同じ、前回のティア、あ、ティアドじゃない、ラグランスリーブも濃い緑に染めたいって言ってたんで、ね、でちなみにこれは何色に染めたいですか。これはそうですね、考えてなかったでもなんだろうな、茶色とか茶色らしい。僕はね、グレーだね。
あ、僕全部グレー見てみたい、ちょっとグレーの人見てほしい、見てみたい、まあ、確かにでもグレーは可愛いかもしれないですね、うん、こちらもね、染め直しができます。ファスナーは当然染まらずで、タックも、ちゃんと内側にステッチが入ってますので綺麗に染まります。あのね、2年前にドレスの2番を白にして、それをネイビーに染めた人がね、名古屋の試着会に来てくれて、その画像をね出しておきますので見てみてください。はい、ということでサイズ詳細いってみます。はい、サイズいきます。今は S サイズ158cm で着ていただいてます。こちらは SM 展開でございます。はい、で着丈は S108M120、肩幅が S で 33M で 35、まあ、ここでノースリーブですね。はい、で胸周り S89M93、ウエスト S サイズ 74.5M78、 裾周り S405.5 や M440 で、こちらポケットはないのでお気をつけください。はい、はい、では総評いかがでした。はい、あのタックスカートと同じように、あのこれ私持ってないので、はい、とは入って着たことはないんですけど、うん、タックスカートは持ってて、うん、でタックスカートってやっぱずっと一日履いてると、はい、ちょっとこの裾のあたりふわっとはしてくるんですよね。うん、だから多分この12番もふわっとはやっぱり着ていればしてくると思うので、はい、あのぴっちり履いていきたいなって方であればやっぱりお手入れは毎回欠かせないかなとは思います。うん、なるほど。あとポケットがないってところ以外は特に気にするところもあまりないので、うん、なんか使いやすいんじゃないかな。オールシーズン着ていけそうだし、ね、今回の GFB を除いてワルツの中で使い勝手は良さそうですね。そうですね、シーズン使い勝手はいいかもしれない。そうですね、シーズンこれ夏別に着てる方いますから、うん、ノースリーブでね、まあ夏に出したしね、これもともとね、で冬もこうやってニット着ていただいて遊べるのかなと思います。はい、はいはい、ではよろしくお願いします。